回からプラナダでレコンキスタやっていくで。この実績まだやってなかったんやな。プラナダ主張国。13世紀のアルモハード朝の崩壊により、イベリアとマグリブは相争うようになりました。混沌の訪れはキリスト教王国がレコンキスタを行う絶好の機会となり、その結果グラナダ王国を除きイベリア半島のムスリム国家が全て併合されました。カスティーリャが幾度もアンダルシアにおけるムスリム支配を終焉させようと試み、グラナダのナスル朝は領土を死守しています。グラナダは単独では彼の軍事力に対抗できません。生き残るには強力な友軍を作る必要があるでしょう。グラナダはさらに内乱という問題を抱え悩まされています。現在最も明確な脅威はアミール・ムハンマドの甥ユースフです。彼は王位への野心を持ち支持者を集めています。ドレム戦のザイヤード朝は脆弱な立場に置かれています。チュニスとモロッコという自分より大きな勢力に挟まれ動けない状態で、都市トレム戦にしか支配権を及ぼせていません。マグリブの中で最大の王国はマリン王朝に支配されるモロッコのスルタン国です。彼らは戦略的経済的にも重要な領域を多く支配していますが、マリン家の支配者は高官であるワッタース家の傀儡に過ぎません。マリン家の多くはモロッコの管財人であるワッタース家を快く思ってませんが、ワッタース家はほぼ公然と自分たちが王に就くことを望んでいます。1415年、モロッコは政情不安のためポルトガルの攻撃から都市セウタを防衛できず、それ以来取り戻すことができていません。チュニスのハフス朝はかつてアルモハード家に仕えた統治者でした。イスラム帝国崩壊の際、彼らはチュニス支配を続け、自らカリフの称号を名乗りさえしましたが、ムスリム世界全体ではこの大それた主張はほぼ気に留められませんでした。沿岸部の3つの大きな王国のうち、チュニスが一番内乱に悩まされず、周辺諸国への侵略を比較的自由に行っています。内陸部ではムサブやジェリド、トゥーグラ、フェザーンといった全ベルベル部族が砂漠の支配を争っています。ムサブはイスラム教では珍しいイバードアを信奉しており、その支配者たちは9世紀にマグリブ内陸部の大部分を支配したムスタム家のイマームの子孫です。マグリブを再統一しそうにはありませんが、内陸の遊牧民は過去に何度も北アフリカの運命に大きな影響を与えてきました。今回の目標は実績レコンキスタ達成や。グラナダでイベリア半島を統一する実績やな。まずはモロッコとチュニスと同盟したいけども、特にリセマラなしで同盟できそうやな。ライバルにビザンツがいて珍しいな。モロッコとチュニスと同盟できたから、第一目標をトレム戦にして国力増強を図るで。呼べばいつでも来てくれそうや。9月6日、ドレム戦に宣戦布告や。戦勝者が放棄。ビアスフはナスル朝ムハンマド9世の甥である。かつては誰しも似合いされたが、兵を起こし自らアミールになろうとしている。我らが家族間でこのような対立に至ったことは理解の範疇を超えているが、このようなふてぶてしい行動は蛮行と称されるにふさわしい。ビアスフは吊るさなければならない。戦争だ。ユースフからの最後通牒。継承戦争の大部分は決まっていないので、信用できないユースフは使者を派遣し、数ヶ月の流血の代わりとなることを提案しました。彼を
我が王位の後継者に指名すれば、彼は軍隊を解散させ、理にかなった目的を持って、正当な居場所を持ちながら、我が王室に加わるでしょう。彼が信用できるのかできないのかに関しては、誰にもわかりません。しかしながら、内戦の悲惨な流血の修正は、本当に歓迎されるでしょう。彼の申し出を受けよ。むしろ、ゲーム的には、今のグラナダ王の方が無能だから交代してほしいけども。今戦争中やし、本土が占領されたりして戦争疲弊増えそうやしな。自分で取れません取ると、どう開けても、みんな信頼度少し下がるから、しゃあないか。ドレムセンと3プロビ割上とダフィラールトに1プロビ割上、チュニスに1プロビ割上、モドッコに2プロビ割上、133ラカット支払いで講和や。オスマンが有効的やん。オスマン先生と同盟できればもう勝ち確やろ。先生の好感度たまるまで待つのが吉やな。好感度たまったらチュニスが来てくれるから行ってみるか。ポルトガルにした理由はセウタが中核州なので取って渡れるようにしたんだ。イングランドの同盟切りたいのが理由やな。1451年2月1日ポルトガルに最征服を自由に宣戦布告や。カディスの戦いにてポルトガル軍1万5千撃破や。モロッコ軍ナイス援軍、全滅するかと思ったです。兵力はグラナダ同盟4万1000、ポルトガル同盟が3万7000や。傭兵当たって勝たないとあかんな。今兵力優勢やし、ダメ押しの傘なしや。マラガの戦いにてかしつい約2万9000撃破な。軍事技術を4にアップグレードや。あっという間に借金がかさんでいく。カスティーラ首都トレド陥落や。プロビ割上で講和や。交易拠点のセビリアを奪ってやったぜ。戦争疲弊がやばそうや。リスボン日を落ちろ。ポルトガル首都リスボン陥落や。ポルトガルと6プロビ割上と340ラカット支払いで講和や。ポルトガル君はあとはカスティーリャとの戦争に呼び出された時に残ればええや。キリがいいので今回はここまで。次回もまた見てね。バイバイ。